大阪都構想についてはもう賛否両論あることは承知していますけれども、3年半前の統一地方選、大阪府議会議員選挙、そして大阪市議会議員選挙の結果、またそれに続く約3年前の大阪市長選挙、そして大阪府知事選挙の結果、これに基づいて条例が制定され、この法定協議会が設置をされました。その民意を受けて法律のルールに基づいて法定協議会の運営が行われました。途中いろいろと賛否両論ある法定協議委員会の委員の入れ替えという事態もありましたけれども、これも3年半前の統一地方選挙の結果、そして市長選挙、知事選挙の結果を踏まえた、その議員ないしは知事、市長の状況を反映した形での法定協議会委員の入れ替えということですので、これはもう民主主義のルールに基づいた運営に間違いありません。その協議会の結果ですね、今回このような形で大阪都構想の設計図が完成したということになりましたら、これはもはやこれを全否定するわけにはもういかない状況になっていると思っています。途中法律の改正もあり、当然その法律の改正に基づいて条例設置で法定協議会が設置されたわけなんですけれども、ここまで来た以上、今の大阪においてはですね、この大阪都構想の設計図、この協定書というものを全否定するというのは、これはもう完全にこれまでのプロセス、民意を無視するということになります。今後は9月議会においてこの協定書の中身の議論に入っていくと思います。これは大阪都構想を賛成している、推進している我々大阪維新の会のメンバーは、9月議会では議会構成上過半数を得ていませんので、当然この協定書については中身一定譲歩をしていきながら修正していく必要があるかと思いますが、繰り返しになりますけれども、これまでのプロセス、選挙結果を踏まえれば、この協定書を全否定するということは絶対あってはならないということをしっかり認識した上で、中身の議論をしっかりやっていきたいと思っております。一点、ちょっと総務省の方から、要はこの法定協議会の協定書の修正は本会議ではできないというコメントが出たというふうに聞いております。で、僕自身はもう修正を応じますよと、今維新の会が過半数ないので、9月議会での議論をもとに修正を応じますよと言った趣旨はですね、何も本会議でこの協定書を変えていくということではなくて、本会議で議論をしてですね、きちっと合理的な修正案というものが、いわゆる自民党、民主党、公明党、共産党の方から合理的な修正案がまとまればですね、その議会での承認もしてもらうということを前提に、もう一度法定協議会の方に返してもらえれば、この法定協議会で協定書を修正するという趣旨で言ったところであります。本会議でいきなり直接この協定書の修正ができるものではないというのは十分承知していますが、ぜひ府議会、市議会で今後合理的な修正案が自民党、民主党、公明党、共産党の方からきちっとまとまったものが出てきた場合にはですね、我々はしっかりとそれを受け止めて、協定書の、その修正プロセスに入るということも前提とした上で、今後9月議会に臨んでいきたいと思いますので、引き続き委員の皆様、府議会、市議会においてもですね、この協定書、住民投票に付されるような内容になるように議論を尽くしていただきたいと思います。9月議会においては、議会の議決は住民投票に付すための協定書に整えるという意味での議会議論になってくると思いますので、9月議会でこの協定書自体を全否定するなんていう、そんな馬鹿げた議論になった場合には、しっかりとそこはまた反応していただいてですね、最後は知事も言ったように住民投票で決めると、我々も住民投票でもし否決されれば、否定されればこれは諦めると、住民代表である公選職である以上はそういう潔さを持ってやらなければいけませんので、自民党、民主党、公明党、共産党にも潔さを持ってもらうと。ですから住民投票にふさわしい
協定書案にとにかく9月議会で整えてもらってですね、最後は住民に決めてもらうというところで、この問題最終決着を図っていきたいと思います。本当に協定書の取りまとめありがとうございました。お疲れ様でした。